皆さんこんばんは、元男の子の青木かなんです。本日はですね、視聴者さんから質問をいただきました。その内容がこちら。女性ホルモン剤をやればやるほどお胸が大きくなるの？女性らしくなれるの？っていう質問でございます。で、見ての通り私は元男の子なんですよ。こちら昔の写真ですけども、もうチンパンジーみたいなやつが一応こういう風に、あ、言っておきますけど、私整形してないですからね、歯の矯正だけで、今回私が何を言いたいかというと、女性ホルモン剤はただの魔法のお薬ではございません。腰に響くからこの辺にしとこう。これピントやばくない？なんか神々しくなってんだけど、なんか神様みたい。ああ、なったなったなった、庶民に戻った。なので今回は女性ホルモン剤をやればやるほどやばくなってしまう私の体験談を5個ぐらいにまとめていますので、よかったらご覧ください。その最後の方にめちゃめちゃ私のやばいエピソードをお話ししますんで、最後まで見てねー。で、最初にそのやばいポイントを聞く前に知っておいた方がいい情報があります。それはホルモンの種類でございます。まず大まかに言うと、ホルモンは2つ種類があります。私が今やってるのは1つ目のエストロゲンというホルモンの種類で、2つ目があれなんですよ、プロゲステロンってやつなんですよ。私がなぜ今エストロゲンをやってるかというと、病院の先生に、おすすめされて、私の体質に合ったホルモンをしようということでエストロゲンになってるんですけども、プロゲステロンってやつ、これね、私やってた時期あったんですよ。これやばい、乳首真っ黒になるんですよ。でもところがどっこい、このプロゲステロンから私はエストロゲンに変えた瞬間に、そりゃいい色になりますよ。こんなちょっとピント、勘弁してくれよピント。そう、ほっぺの色じゃなくてこの本体の色。いや、そこまで白くないな、それはちょっと嘘になっちゃう。早速ヤバいポイントをお話ししていきましょう。最初に言っておきますけども、血栓症になりやすくなるとか、なんかいろいろ副作用があるんですけども、ちょっと医学的な部分は私が言うと無責任な発言になっちゃうかもしれないんで、その辺難しい部分はネットを見てください。あくまで私が感じた体感のことを話すだけですから。いきます。まず1つ目、胸が痛いだけ。どういうことかっていうと、女性ホルモン剤をやると確かに胸って膨らむんですけども、人によってさ、バストのサイズって差があるじゃないですか。それってどういうことかっていうと、基本的にその人にはその女性ホルモン剤を受け入れる箱みたいなのがあるんですよ。専門用語で言うと受容体って言うんですけど、その箱の大きさが人それぞれ違うのね。で、それが大きいほど女性ホルモン剤をいっぱい中に入れられるから胸が大きくなるみたいな。なので私今C カップぐらいなんですけども、なんか胸膨らみたいなーって思って、よし、じゃあ G カップにしてやろうと思って、もう女性ホルモン剤ね、いっぱい飲んだとしても全然意味ないんですよ。受容体の数で決まるから、自分の体質に合った、あとはお医者さんの決めた量で飲むってことです。一時期私もね、ちょっとね、血迷ったのか、良くないけども真似しないでよ、いっぱい飲んだ時期があったの。ただ痛いだけで終わりましたね。何にも変わんない。次、眠気がひどい。なんかインパクトないけども、でもこれ重要なことですよ。女性ホルモン剤を多く入れすぎちゃうって、私の場合ですけども、寝不足でもないのにめちゃめちゃ体が、なんだろう、昼ご飯食べた後のさ、授業ってめっちゃ眠くなるじゃないですか、体ほてって。なんかそんな感じでずっとなるから、生活に支障をきたします。私はそれでもう廃人と化してだらけの生活を送っていた時期があります。よくない。3つ目、これほっとつらかった。吐き気がひどい、やばい時は吐いちゃうみたいな感じ。ホルモンやりすぎて、なんか1日にね、私の場合なんか2錠とか、なんか分かりやすく2錠1錠半とか、なんかそういう感じの量だったんですけども、6錠とかやったの。絶対に真似しないでくださいよ。6錠とかやった時にもう本当に頭、脳はなんか揺さぶられてるような感じになるし、吐き気がひどすぎて、これもう何、貧血なのみたいな、なんかそういう状態に私はなっちゃって、めっちゃ辛かったです。で、これが一番今回のメインディッシュかもしれないんですけども、4つ目、4つか、結局ホルモンボケになる。ただこの中でもホルモンボケって言ってもいっぱい項目があります。6個ありますね。結局10個だ。まず1つ目、自信過剰になる。これ私の初期の動画の様子を見ていただくと分かるんですけども、ちょっと載せておきますね。じゃーん、 MacBook Pro。 これ絶対強敵だよね。だって私ビデオカメラですごい手こずったし。おかしくない？ずっとはいみたいな、これまんまその当時のホルモンボケの様子だと思います。この頃の動画ね、本当にやばい。だからあんまり
出したくないからほとんどその時期の動画は非公開なんですよね。で2つ目こちら、空気読めない。これは私が実際に仕事中に起きた出来事なんですけども、私当時飲み屋で働いてたんですよ。その元男の子のニューハーフバーですね。一番私は新人だったんで、その先輩たちとかを立てなきゃいけないんですよね。やっぱそういう夜のお店ってさ、上下関係厳しいんですけど、私はねもうやばかったんですよ。先輩と男性のお客さんが2人でこう話してる時に、うちがこれで氷をこうやってやったりとか、灰皿をこうやって下げたりとかする、まあ、フォローの役をしてたんですけども、なんかめっちゃズカズカ会話に入っていったりとか、先輩ねブチギレられて、怒られてる時もなんかねすごい変な感じだったんですよね。私こんなはずじゃないのになみたいな、いきなり空気を乱すようなこととか今までしなかったし、なんでこんな風になっちゃってるんだろうなって思いながらずっと働いてたんですよ。その時に先輩が、あんた絶対ホルモンボケしてるわよみたいな、今どんぐらいホルモンやってんの、6錠ぐらいですかねって言ったら、これやりすぎだからって言ってめっちゃ怒られたのを覚えてます。で次が思考低下。これもかなり私はやばくて、2013、14年頃なんですけども、当時私彼氏と付き合ってて同棲してたんですよ。なんかその時ずっと家になんか引きこもってたっていうか、なんか何にもやる気起きない、もうこれの浮き沈みが激しいんで、なんかハイの時が来るとうわーってなるんですけども、思考低下の波が来るともう何にもする気起きないみたいな感じなんですよね。ちょっとなんだろう、もうほんと無気力状態。それでバイトしなかった時期2、3ヶ月ぐらいあって、結構彼氏に愛想をつかされてたっていうことがありましたね。ほんと人間関係狂わしますよあれは。次、切れやすくなる。これはね私はなんなかった。そういう飲み屋とかで働いてると、いきなり癇癪持ちというかブワーってブチ切れちゃったりとかする人が いました。結構いましたね。やっぱり周りの人からも、あーそのホルモンのせいだと思うから仕方ないけども、ちょっと困っちゃうよねみたいな感じになってた。ニューハーフさん、まあ、私も含めですけども変わり者が多い。私から見てもそう思うんですけども、それは女性ホルモンの副作用なんじゃないのって思っちゃう。ほんとねぶっ飛んだ人多いんですよね。私もか。次、これが一番でかいかもしれない。不安。あれ？そうでもないじゃんみたいな。私の場合はですね、マジで男に戻ろうかなと思った時期がありました。これやばいよね。私散々女性ホルモンは甘く見んじゃねえぞみたいな動画出してるのにかかわらず、これ炎上すんじゃないのみたいな今思ってるんですけど、それは何かというと、自分このままでいいのかなっていう、浮き沈みがホルモンボケで起きるんですけども、その沈んだ時にもう女として生きていく自信ないから男に戻っちゃうかなみたいな。で私はそこをちょっと乗り越えたので、その当時私は自分の気持ちを安心させようと思ってね、じゃあ男の格好をしようってなって、こちら、イケメンだろ、かっこいいな、もう惚れちゃうな、勘弁してくれや。そう、これねふざけてないんですよ。本当に男に戻りたいなっていう衝動が来るんですよ。今は全く思わないですけども、自分は周りの人と比べて特殊な存在だから、絶対ちょっと言葉悪いけどオカマだと思われてんだろうなって、すごい悲観的になったりとかする波がいきなり押し寄せるんですよ、まあ、その度にこういう姿になって落ち着けるみたいな。女の姿の自分とこの自分どっちがいいって自分に当時問いかけて、いやこの男姿ないなっていうので、なんか安心させてた。だから乗り越えられたっていうか、いやその前にホルモンを正しく飲めよっていう。今は全くそういうのないんですよ。なぜかというと女性ホルモン剤を正しく飲んでるからです。初期の動画から中盤にかけてで今現在に至るまで見てくださってる方だとわかるんですけども、かなり私の性格変化してます。かなりハイテンション型の時期で、このしっとり系の時期、なんかめっちゃ女の子らしくなりたがってる時期、ちょっと見せますね。カチャカチャカシャリンカ。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。多分皆さんも見覚えあると思うんですけども、今の私が見たらね、こういう性格の自分自身を受け入れられないというか、でも自分なんだよ。それは今まで女性ホルモン剤と戦ってきた自分が見てるからこそ今思うんですけども、当時もう全て私はかなりホルモンやってたんで、今が
すごい楽です。皆さんもくれぐれも女性ホルモン剤をやるときはちゃんとお医者さんの判断に従ってください。今回私が発表した女性ホルモン剤をやりすぎるとやばくなるポイント集でした。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので概要の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。